今日の舞台はイタリア・ミラノに位置するサンシーロ。晴天に恵まれ最高のピッチコンディションでの試合となりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはラウンド16のファーストレグ、 AC ミランがスポルティングと戦います。どちらもラウンド16に進出してくるだけのことはあるチームですね。戦いのレベルが一つ上がり、ここからが本当の勝負と言えるでしょう。まずはこのファーストレグからじっくりと見ていきましょう。ミランの先発メンバーです。アウェーチームのラインナップです。福西さん、 5-2-3 のフォーメーションでしょうか。はい、守備的な形ですね。攻撃の厚みが減ってしまうので、前線の選手個々の能力でカバーするか、カウンターを戦術の中心に考えているんじゃないでしょうか。スポルティングは2015年にポルトガルリーグで優勝しています。久々の優勝でしたね。見事な戦いぶりでした。ドリブルで運びます。ファーを狙った。絶好のチャンス、決まった。早くも先制点を挙げてきました。この失点はいかがでしょうか。キーパーのポジションは少しどうだったんでしょうか。コースが空いてしまいましたからね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。さあ、ミランボールのキックオフでリスタートです。現在1点ビハインド、まだ追いつける点差です。待てた。ミラン同点に追いつくチャンスを逃してしまいました。これ以上ない決定機でした。もったいないですね。サントス、サポートを使うか。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。見事なスルーパス。これはいいパスだ。決めれば同点。シュートのコースを読んでいましたね。コーナーからエリア内へ、決定的なチャンスでしたが、これはゴールキックになりました。エドワーズ、ここでうまく対処します。ボールを前に運びます。待てた。キーパーと1対1でしたが入りません。力が入りましたね。ここは冷静になるべきだったと思います。
ルーズボールになっています。よく見ていました。コーナーキックで続きます。ゴール前に入れた。クリア。見事なディフェンスです。よくカバーに入りましたね。キーパーも感謝してるでしょう。ミラン、ここでボールロスト。ペドロ・ゴンサルベス、ボックスの選手に合わせました。ここはボールをクリアしました。ボールを前に運んでいます。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。ミラン、前が空いている。チャンスを伺います。このクロスは相手に防がれます。キーパーが危なげなくセーブしました。チャンス来た。決まった。これで同点。ミランが追いつきました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破し、チャンスを作り出しました。そしてこのフィニッシュ、キーパーとの一対一をかわして打ち抜いてきましたね。最後は強烈なシュートでした。マーカス・エドワーズ、ボールを前に運んでいます。ナイスディフェンスです。カウンターのチャンス、ここは決めたい。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。いや、別の選手に止められました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。見事なスルーパス、通します。決まった。ゴール。これで再び1点リードです。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのゴールでした。テクニックの高さが伺えますね。これで1点リードですから、監督も少し安心したんじゃないでしょうか。相手ボールになります。ここで抜きました。ポゼッションは相手チームに移ります。さあ、ボールを前に運びます。ここからどう得点に結びつけるでしょうか。これはフリーキック、直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます。壁に当たってしまいました。ヌーノ・サントス、さあどうする。これはまだあるか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。どうやらまだ足の痛みが効いていないようですね。前半終了を告げるホイッスル。再びキックオフです。
前半はスポルティングが1点リードしました。どんな後半になるんでしょうか。このコースは読まれていたか。これはカウンターのチャンスです。相手のカウンターです。数的優位を作られてしまった。決まった。ゴール。キーパーのミスを見逃しませんでした。ラッキーなゴールとなりました。これはちょっとやってはいけないミスですね。これは大きな同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。これで同点となりました。次のボールはどちらのゴールとなるでしょうか。エドワーズ、マテウス・レイス、ゴンサロ・イナシュ、コアテスに渡った。ディフェンダーがうまく読んでいました。いい位置でインターセプト。チャンスになるか。狙いは良かったんですが味方は誰も触れられません。さあカウンターを仕掛けるか。絶妙なパス。狙いは悪くないクロスでしたが誰も触れません。ミランのフリーキックからのリスタートになります。攻撃の流れを切ります。試合終了まであと30分あります。ボールを持って上がります。森田、さあリードできるか。ゴール。これが2点目。この選手は調子を上げてきています。まさにお手本のようなゴールですね。あの距離で打たれたらキーパーもなすすべがありません。このゴールには監督も満足した様子です。リードして気持ちに余裕が生まれたんでしょうね。ホイッスル、ミランボールです。中央へのクロスボールだ。そこで失うのはまずい。ゴール。決まった。先ほどの失点を帳消しにする得点。これで再び同点です。リプレイが出ます。このクロスが決定機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。同点にされて監督もこの表情です。嫌な予感がしてたんでしょうね。マーカス・エドワーズ、ドリブルで持ち込んでいます。PK です。相手にとっては勝ち越しのチャンスが転がり込んできました。 PK になりましたがカードは出ないようですね。判定は PK となりましたが確かにカードは出ていないようです。もう一度リードのチャンスです。ここを決められるか。 PK を決めました。落ち着いたいいキックでしたね。
この PK ですが、キーパーはカブと読み切っていたようですね。しかしそこまで分かっていたとしても真ん中に蹴るのは怖いんです。このキッカーは勇気がありますね。監督のこの表情はリードしてしめしめといったところでしょうかね。どちらも非常に攻撃に重点を置いた試合を展開しています。リボックオリジン、ここでうまく対処します。さあカウンターのチャンス、相手にブロックされました。しかしまだチャンスはあります。決まった、またしてもゴールです。勢いが止まりません。ペナルティエリア内で相手がフィニッシュに至るまでの時間は与えすぎです。人数が足りなかったわけでもないので、ああいう場面ではもっと早めに潰さないといけません。試合終了まであと15分あります。このパスは読んでいました。アドバンテージが取られていますミラン。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。このファールにはイエローカードが出ました。見事なフリーキックでしたが、キーパーこれは読んでいましたか。いい。タックルでしたがスローインになりました。相手にタックルしてポゼッションを取り返しました。ここはカウンターのチャンス、キッカーがコーナーに向かいます。コーナーからエリア内へ、ここはディフェンスがクリア。シュートだ、クロスバーだ。一度クリアしたい状況ですが、キーパーの素晴らしいセーブ。ああ、いずれにしろ今のプレーは無効でした。オフサイドフラッグが上がっています。強い当たりだ。ペドロ・ゴンサウです。ボールが跳ね返った、ゴール。この時間帯にダメ押しの追加点、リードは3点に広がります。一度は枠に当たったもののよく決め直しました。落ち着いてましたね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。アディショナルタイムは4分と表示されています。
ところに出します。ボールをクリアしています。ここで試合終了です。ファーストレグはアウェーチームが制しました。これでセカンドレグはかなり有利に戦えますね。通算得点で優位に立ち、精神的な余裕も生まれます。相手は主力を尽くさないとこれを覆すのは難しいでしょう。ただ不可能ではないので最後まで諦めないでほしいですね。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。